フリッツ・アルベルト・リップマンは、ドイツ系アメリカ人の生科学者。1945年に補え酵素 A を発見した。この研究により、ハンス・クレブスと共に1953年度のノーベル、生理学、医学賞を受賞した。ドイツのケーニヒスベルクで、ユダヤ人の家庭に生まれた。ケーニヒスベルク大学、ミュンヘン大学、ベルリン大学で医学を学び、1924年に、 ベルリン大学で卒業した。その後彼は、ハンス・イム・ア・バインの下で科学を学ぶために、ケーニヒス・ベルクに戻った。1926年、博士号を取るため、ベルリンのカイザー・ビル・ヘルム研究所のオット・マイヤーホフに指示した。博士号取得後は、マイヤーホフについて、ハイデル・ベルクのカイザー・ビル・ヘルム医学研究所へ移った。1939年からは、 アメリカ合衆国に拠点を移して研究を行い、1949年から57年にかけてハーバードメディカルスクールで生科学の教授を務めた。1957年からはニューヨークのロックフェラー大学で教えた。1966年にアメリカ国家科学賞を受賞した。ありがとうございます。